どうも、くまちです。ワードプレステーマシリーズ193回目、193回目は今ご覧になってますね、ビジネスイーズオンっていうテーマをやってみようかなと思います。で、まあこのテーマですね、まあ下の説明の英文を訳しますと、まあ SEO に強いっていうこととですね、モダンでレスポンシブなビジネススタイルのワードプレステーマですっていう風にありました。ということで、ビジネスサイトに、適してるこうワードプレステーマっていうものをですね、またちょっとこう少しずつこうカスタマイズしながらね、見ていければと思います。もう200回目に向けてね、カウントダウンは入ってきたんですけども、昨日とその前と、スピンオフみたいな形でね、アップデートのことと、プラグインのについてのね、お話をさせていただきましたけども、まあ、ワードプレス全般のことについてね、作っていきたいんですけども、まあ、テーマをやってると、まあ、その中で使うものについては、ちょこちょこっと、説明を入れてるんですけどね、詳しくはやっぱり入れないので、まあ、そういった意味でね、テーマばっかりじゃなくって、今後はちょっとプラグインについても、詳しく、お話をさせていただくことがあるかもわかりませんけどもね、基本はテーマが結構、皆さん一番よく関心のある部分だということが、分かりましたので、テーマについてもね、一つずつ、こうやっていきたいなと。まあ200までっていうわけじゃなくてね、それを超えてもやっていく予定にしております。はい。ということでね、まあここでずっと喋っててもね、分かんないので、まあ、ワードプレス一つ用意しましたので、こちらのワードプレスの中にね、実際入れていきたいと思います。ではね、外観をクリックしてね、テーマを開きます。で、まあ、ここの新規追加でね、で、まあ、このビジネスイーゾーンにつきましては、まあ、ここでもう検索した方が早いかなと。コピペするだけで勝手に検索してくれますからね。まあまあ勝手にっていうわけじゃないですけど、まあここに貼り付けたら、そういう指令を出してるってことなんですけどね。で、こちらからインストールを始めていきます。まあインストール終わればね、有効化のボタンに変わります。変わりましたね。で、有効化のボタンをクリックして始めて、テーマが、適用されるわけですよね。はい。で、まあ、海外のね、ビジネステーマにしては珍しくですね、必須プラグインこれですよって、言ってこないですよね。まあ、たまにね、カスタマイザーの中に入れてるテーマがあるんですけどね。で、ここからですね、まず、何をするかと言いますと、固テーマを先に作ってしまいます。で、固テーマの方はね、プラグインの中で、ワンクリックチャイルドテーマというね、プラグインを使って作成していきます。テキストエディター開いてね、ソースをカリカリ書いていかなきゃいけないっていうのではね、初心者の方ができないんですよね。で、このワンクリックチャイルドテーマというものを、力をお借りするわけなんですけどね。作成者は、私でございます。はい。もともと海外のプラグインだったんですよね。で、使い勝手がいいので、
私がちょっと手を加えましてね、こうカスタマイズ版としてやろうとしたらですね、ついにはワードプレスオルグの方で配布が止まりまして、今は私のサイトからしかダウンロードができないという形になってます。で、この動画詳細の中に、そういう入手方法とかですね、使い方動画に対してのリンクを貼っております。で、そちらでね、しっかり詳しく見ていただければと思います。要はダウンロードして、アップロードして、プラグインを有効化していただくと。そういう過程が必要になってきます。ということでね、こちらの外観のチャイルドテーマ、ちゃんと正しく、インストールされていれば、ここにチャイルドテーマって出てきますんでね。これをクリックして、ボタンを開いてみます。開きましたら、こういう画面になってですね、3つテキストボックスがある中で、1つは自動取得になってます。そうすると、あと2つをね、しっかり、入れていけばですね、あとはボタン1つで、固定マができるわけですよね。で、まあ、僕の付け方っていうのは、まあ、今回ビジネスイーゾーンっていうテーマを使用するんですが、テーマの名前にチャイルドを付けただけ。ね、テーマの名前の固定マっていうふうに、もう決めてます。ね、名前付けでね、悩んでる時間がもったいないなと。もっと他にやることあるでしょっていうね、そんな感じです。で、ここ二つが入ればね、このボタンクリックすると、もうできちゃうんです。非常に簡単です。はい。で、この子テーマを元にね、カスタマイズしていきます。親テーマからね、カスタマイズして、子テーマ入れたから、子テーマと入れ替えようっていうふうにすると、設定がね、100% 引き継がれないこともあるっていうことを知っておいてください。引き継がれてたらラッキーなんですよ。それはそれで OK なんですけど、引き継がれてないこともあるので、これ前やったのにっていう感じでね、また設定しなきゃいけないという。その二度手間を防ぐために、最初から固定マ作って、固定マで、カスタマイズしていれば、固定マをまたちょっと触らなきゃいけないっていう時にもね、結構便利だったりします。はい。ということで、早速ね、カスタマイズに入っていきます。まあ、こちらクリックしてね、カスタマイザーの画面が表に出てくるわけなんですけど、まあ、一番上はね、プロ買ってよっていう話なので、もう無視しておきます。はい。で、次のテーマインフォメーションですね。で、これも、こうヘルプ画面とか、デモ画面を確認する。ね。サポートのチケットを買う。ね。評価を見る。ね。それぐらいのリンクなので、ここも本当はいらないんですよね。で、本番は、ここのデフォルトセッティングスから。ね。この中に、いつもあるサイト基本情報があります。ロゴ、タイトル、キャッチフレーズ、サイトアイコン。ね。この4点セットですね。で、ロゴはテーマごとにサイズがコロ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 変わるんですよね。で、今回は 150×150 ってしてますので、150の画像を入れてみます。で、サイトのタイトル、キャッチフレーズっていう感じですよね。で、サイトアイコン。ね。サイトアイコンはね、ロゴと違って、どのテーマになろうとも、サイズは一定です。
512ピクセル以上の正方形のピング画像が一番ベストですよっていう風に、いつもお話しさせていただいてますけどね。まあ、これだけ入れれば、公開ボタンをまず押しといて、ね、一応設定したものが消えないようにということでね。で、次に色、これ背景色白でいい。全然問題ないので、そのままいきます。白以外の方はね、ちゃんと考えてくださいよ。こういったところにね、柄とか、色がかかると、見えにくいことがあります。ね。そうしたくないので、私は、白以外は選ばないっていうふうに決めております。で、背景画像も、同じ理由でね、シルエットがこの辺被って、一切見えないっていうことも、稀にありますのでね。背景は、僕は画像では、使わないことの方が多いです。で、ここはホームページ設定ですね。ちゃんとトップ画面を変更したいのであれば、まあこれフロントページっていう機能を使ってるんですけども、フロントページからね、こうカスタマイズして、そこからですね、この固定ページ変更していけばいいんじゃないかな、そんな風に思います。これが、デフォルトセッティングスって言われるものですね。で、次にですね、ホームページセッティングスですね。で、ここはスライダーを、使います。ね。で、セレクトポス1、ね。1、2、3とありますね。で、この三つ目なんかですね。こんな感じで、やればですね、簡単に設定ができるんですけども、これ反映してないなと思った時に、何を確認しなければいけないかっていうところですね。まあ一旦これ閉じます。ね。で、固定ページを開いてですね。まあ、一個ちょっと編集がてら、開けてみたらですね。こちらで、はい、ホームページっていうのがあります。テンプレートがね。で、テンプレートこれ選択して、更新します。で、この状態ではね、まだ何も変わらないんですよね。で、ここの表示設定ですね。カスタマイザーでホームページ設定開くのがいいんですけど、設定の中にも同じ設定ができるところがあります。まあ、それが設定の表示設定の中ですよということでですね。はい。こんな感じになっておるんですけども、この最新の投稿、固定ページ、ね、どちらかを選ぶところで、固定ページを選んでいただいて、ホームページは先ほど設定しました、くまはちラボについて、これをトップページにしようと思います。で、投稿ページはどこにするのか、ね。これはこのブログでいいんじゃないかなと思ってます。で、まあこれ設定ができましたらですね、こちらの変更保存というボタンをクリックしておきます。まあ、それで、テーマを開いてですね、カスタマイザーに戻ってみたいと思います。
まあ、ホームページセッティングですね。で、ここで、まあ、スライダーの設定が出てですね、こういう形で、選択ができるようになっていってですね、いろんな、サイトが、使えたり、いろいろしていくわけなんですけどね。まあ、こんな感じでね、スライダーの設定をしてですね、フューチャードセクション。ね。フューチャードセクションはね、ここになるんですよね。で、フォントオーサムのアイコン。これ AWE サムって書いて、オーサムって読みますんでね。で、フォントオーサムのアイコンっていうことですね。まあ、こんな感じでね、変えていくとですね、どん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 、このままあたりがね、変わっていくわけですよね。まあ、中のアイコンも変わっていってますんでね。なんか動き悪いですね。
もう三つ目はね、なんかどうも。フューチャードセクションは、ま、こんな感じでね、終わりましてですね。ウェルカムセクションですね。まあ、これは、エナブルにな、するだけっていうね。で、ブログセクション、ね、セレクトページを問い合わせとかですけど、ブログで、カテゴリーも選べるんですね。で、リードモアって書いてるのはね、続きを読んでいいでしょ、みたいなね。まあ、これでね、公開ボタンを押しておくと、いつの間にか、続きを読むに変わっておりますのでね。で、サービスセクションですね。ここは続きを読むに変わりましたね。で、ここ、お問い合わせってありますね。で、これお問い合わせじゃなくて、はい、サービス。はい。なんかね、動きが遅いんでね、あれなんですけど、で、サービス1はですね、要は、サービスの中でもね、こういった、なんて言うんでしょう。固定ページから選べないんですよね。こんな感じでね、まあ、一個ずつ。変えていくしかないんですけど。まあ、これで、
まあ、こんな感じでね、変えていければ、ページの中でね、いろいろ作っておくのもありですね。で、このリードモアもですね、本も日本語で続きを読むとしておきます。で、まあ、これで一旦ちょっと硬化します。まあ、やることがね、あまりにもちょっと多いのでね、このテーマをね。で、CTA セクション、ポートフォリオ、チームセクション、テスティモニアルズ、ね、こういったものがあったりはしますけども、今回は、この中ではやらないです。はい。で、このパンクズリストのことなんですけどね、ブレッドクラムズ。まあ、基本これで、全然問題ないですよ。ね。enable bread crumbs っていうふうにしておいてですね。で、あと、書式ですね。セレクトフォントをどれにしますかって、ね。まあ、オープンサンズの方が僕は好きなので。で、書式が決まると、あとはソーシャルセッティング。まあ、ここにね、リンクを入れていって、この中で Google Plus だけはないですからね、入れないようにしておいてください。ソーシャルの、この、リンクなんですけども、ここに表示されるようになってるんですね。で、このように、自分のアドレスを入れていくんですけども、この Google プラスまでね、これ表示されるんで、このシャープを一回乗っけてみようかなと思うんですけど、このシャープを削除すると、Google プラスは消えましたね。ここにアドレスが入ったものだけ表示するっていう形ですね。はい。やっぱりね、ないものをいつまでも表示してるっていうのはね、管理してないんじゃないかなって思われるだけもったいないんですよね。やっぱりウェブサイトっていうのはちゃんと管理してますよっていうことで、なくなったソーシャルメディアはもう素早く外すっていう風にされた方がいいんじゃないかなと思います。ただこの使われてるね、フォントアイコンが、フォントアイコンのバージョンが 4.7 なので、今後ね、なくなる可能性がありますので、その時に、こう、バージョン5あたりに、変更していくよりは、今のうちに変更した方がいいのかな、なんて思ったりしますね。やっぱりですね、この、フォントアイコンのコードそのものを全部書き換えなきゃいけませんので、結構大変な作業になると思います。まあ、こういうね、ところで使うフォントアイコンなんかも全てそうなんですよね。で、
ブログの中で使われてるこういうアイコンなんかもね、やっぱり全くこう同じ 4.7 で使われてますので、すべて、入れ替えが必要になってきます。するとね、PHP で書かれたものを全部入れ替えていく作業っていうのは結構大変なのかもわかんないですね。はい。まあそのあたりがね、まあ今最新のものはね、5.11.10 かなんか、そんなのが出てたはずなので、そのあたりにもね、ちょっと対応していければと思います。はい。ということでね、カスタマイザーで触る項目はほぼ終わりましたね。で、あとですね、投稿者名を、非表示にする設定が、カスタマイザーの中にありませんでしたので、一応、スタイルシートで、現在非表示にしてます。で、ドットバイラインから始まるものになっているので、オーソドックスなタイプなのかなという形になっております。ということでね、まあ、このさっきのスタイルシートまでが、ここのカスタマイザーで、カスタマイズするとこですよっていうところですね。で、カスタマイザー一回閉じてですね。で、メニューをちょっと確認しておきたいんですよね。で、メニューもね、いろんなメニューあるんですけども、ここをですね。ここに、トップメニューってありますので、これをちょっと設定してみようかなと思います。そうすると、こちらで確認したときにトップメニューって何っていう形でね、見たときに、出てないですね。あ、こうですね。こういう形でね、メニューが表示されるようになってます。で、わざと、ソーシャルのものをこっちにも並べたんですけども、まあ、これソーシャルじゃなかったもいいんですよね。他のものでも全然大丈夫なので、入れてみるのもどうでしょうかということでね。で、こちらはグローバルメニューちゃんとこういうふうに対応してますのでね。で、あとですね、メニューの設定が終わりましたですね。やっぱり二つともメニューを使うっていう。で、使ってる場合はここにカッコで表示されますのでね、メニューの名前がね。で、あと、触るのは、ウィジェットですね。はい。これ右サイドバー、ライトサイドバーってなってますけど、あと、フッターサイドバー、ワン、ツー、スリーというふうにあるんですが、まあ、フッターが3からもなってますよっていうことですね。で、まあ、こういったところに、まあ、Facebook ページとかあればね、こういう形で、設定をして、Facebook ページプラグインを表示すると。で、こちらからね、いいねもらえる場合も結構あったりしますんでね。はい。で、まあ、Twitter のタイムラインは2の方に入れますよと。で、Twitter の場合ね、これ幅広がりすぎる可能性があるんでね。Facebook と、まあ、幅も高さも合わせてると、まだ、
ちょっと見やすくなるかなということで、大体僕は合わせるように心がけてます。まあ、こんな感じでちょっと追加しましたけども、こちらで更新したときにですね、どのように表示されるかなんですけど、ちょっと出るのが遅いですね。はい。こんな感じで、フッターは、表示されるようになります。ということでね、結構、いろんな形で、表示できるサイトとしてね、使えるんじゃないかなと思ってます。やはりビジネステーマなので、ビジネスに、関連できるようなね、仕掛けがいくつもありますので、そのあたりをちょっと考えて設定されていかれてはいかがでしょうかということでですね。ただ投稿を、こういったところに、選ぶようなパターンになってますので、投稿の中で、注目したいもの、してもらいたいもの、三つをここに並べるっていうパターンがいいんじゃないでしょうかね。で、あとブログですね。で、これカテゴリーなんかも選べます。で、サービスについてはね、これもね、サービスについてもですね、投稿を選ぶんですよね。で、できれば固定ページ選べるようにしたいなっていうところが本音だったんですけど、まあ、あと問い合わせとかですね。で、ここもタイトルは変えれるので、そういった部分をね、変えていって、それなりに魅力あるページ作りができるようにしていかれてはいかがでしょうか。ということでね、今回はビジネスEゾーンというテーマについてね、解説させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。感想の方をですね、また YouTube のコメントの方に、どんどん入れていただければと思います。またお気づきになった点などもね、入れていただければいいんじゃないでしょうか。はい。ということでね、もう193回目はビジネスEゾーンをお伝えさせていただきました。また次のテーマでお会いしましょう。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、
レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きのラインアットです。ワードプレスの最新情報がわかるラインアット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。